サーフィンにビーチバレー、数多くのビーチスポーツ人気の中心地となっているのが鵠沼海岸。町の人に鵠沼のスポーツのイメージを伺ってみると、鵠沼海岸のマリンスポーツのイメージを聞いてるんですけれども、どういうスポーツをやってるイメージがありますか？サーフィンとか。海が近いのでやっぱサーフィンとかはよく見ますし、川でサップしてる人をよく見ますね。ビーチバレーやってるのを見て思いました。ビーチバレー見に行ったんですか？なんか仕事の休憩の時に海に行って見に行きました。さまざまなスポーツが盛んに行われているのが、そう、ここ鵠沼海岸です。実はこの鵠沼海岸で多くのビーチスポーツが誕生したのを皆さんご存知でしたか？今回はそんな鵠沼海岸とビーチスポーツの歴史を知ることができる展示が今開催されていますのでお届けします。こちらにポスターがありますね。鵠沼のサーフィンとビーチスポーツ、ここで展示が行われているようですよ。鵠沼市民センターにある鵠沼郷土資料展示室では、8月15日まで鵠沼のさまざまなビーチスポーツの歴史やその移り変わりを展示しています。今回の展示の開催目的について、主催者である内藤さんにお話を伺いました。まずですね、今回のこの展示の開催目的を教えていただけますか？はい、実はですね、この鵠沼、これから夏を迎えますけれども、鵠沼海岸というのは明治ですね、19年に海水浴場が開かれました。でその時にですね、最初は結核という病気のですね、治療、その予防のために塩湯治という、海水浴、塩水を浴びるというのが目的で海水浴場というのは開かれたわけなんですけど、それをですね、要するに鵠沼に来られた人はですね、いち早くですね、レジャーとしてのですね、行楽という形で取り上げるようになったんですね。明治19年頃に療養の海水浴場として鵠沼海岸が開設されました。当時鵠沼海岸は遠浅で安全な海水浴場として新聞にも紹介されていたそうです。でその中に波乗りですとか浮き輪乗りとか、そういうのが生まれてきて、そういうことからですね、いろんなスポーツにつながってきたようなんですね。でそれを今回は紹介していきたいなということで開きました。というわけで、まずは明治時代の鵠沼海岸がどんな様子だったのか伺いました。明治の鵠沼海岸というのはどういう雰囲気だったんですか？こんな感じですね。これですね、これ要するにまだ後ろの方の女性の方はですね、キャラコのですね、ワンピースを着て水は塩湯治をしてる、要するに泳ぐとか遊ぶとかそういうことよりも、要するに結核にならないために塩水に浸かって海水浴を楽しむということで始まってるのと、両方が入り身だったですね、感じで鵠沼の海水波乗りが始まったんです。そう、海水浴では療養はもちろん、皆さんが手にしている板子というボードで、今でいうボディーボードを楽しんでいたそうです。こちらの展示では、当時の板子を見ることもできますよ。そして、鵠沼海岸でサーフィンの人気が浸透していったのは、戦後、アメリカ兵たちと地元の青年たちがサーフィンを通じて交流を図るようになってからと言われています。憧れのスポーツは誰もが一度は体験してみたいもの。そこで昔あった鵠沼プールガーデンの前の海岸でサーフィンスクールが開催されたのです。その当時サーフィンを楽しむために習ったり
板を借りたりというのはどれぐらいお金がかかったことなんですか？サーフィンのスクールはですね、日刊スポーツさん の, あの当時 の, あの案内を見ますと2000円ですね。2000円、で2000円っていうのは相当厳しい、はい、あの段階だったんですね。50年前の2000円ですよね、はい、どれぐらいの感覚なんでしょうか？ですから当時の大学生の2万円ぐらいが月給、初任給2万円ぐらいが、はい、まあ、基準だった時ですよね。そうすると結構高級なスポーツですよね。そうなんですよね。一方、鵠沼海岸の砂浜の人気スポーツといえば、そう、ビーチバレー。第1回のビーチバレージャパンが開催されてから今年でちょうど30年目となります。当時あの普通のバレーの方で有名だった海井さん、熊田さん等が、メインのですね、選手として参加していただくことになったんですね。これがすごい注目になりまして、これがですね、はい、すっごい人たちが押し寄せてきたんですね。鵠沼の人気スポーツとして定着するようになったのは人気スター選手の輩出、さらにはこんな取り組みもありました。鵠沼ではですね、いち早く常設のですねビーチバレーコートを作りました、はい、でそこにですね皆さんが来て楽しんでいただいておりますので、やっぱりその中に中学生も非常に多いので、全国の要するに中学生に呼びかけた大会を毎年開くようになりまして、これが今盛況になっております。鵠沼のビーチスポーツの中でも歴史が深いサーフィンやビーチバレー、意外なところではライフセービングなど、展示では多くの資料とともにビーチスポーツの歴史を振り返ることができるようになっています。また一方、ここ10年ぐらいで新たなビーチスポーツが人気になりつつあります。ビーチサッカー、ビーチテニス、それからあのここは昔あのタコ揚げも結構盛んだったこともありまして、カイトですね、それからフリスビーとかそういうような大会も今も行われております。今後はこの鵠沼海岸からどんな風に発展していってほしいなっていう夢がありますか？まあ要はあの今海水浴があのプールの時代に変わってきましたので、泳ぐというよりも海で楽しくやるという、あの遊ぶというのが一つの時代になっていると思うんですね。内藤さん曰く、今では海水浴を楽しむ人より砂浜での楽しみを満喫する人が増えたとのこと。そして鵠沼海岸に来る人たちには心地よく過ごしてもらうため、海岸でのマナーを守ってもらいたいと願っています。今ご紹介したスポーツグループ、これはですねの人たちはみんなつながってる一つの共通点はあるのはビーチクリーンです。海をきれいにしましょう、海岸をきれいにしましょうということの運動を合わせてやってます。知っているようで知らない鵠沼のビーチスポーツの歴史を垣間見ることができる鵠沼のサーフィンとビーチスポーツ、鵠沼郷土資料展示室で8月15日までの開催です。本当によくぞこれだけ資料が集められたなっていう感想を持つ見応えたっぷりの展示でしたね。で、まあ、あの鵠沼っていうとビーチスポーツの印象はもちろん持ってたんですけれども、これだけ歴史が深くて当時の記事もあり写真もあり、あの当時実際に使われていた道具も展示されているので本当に見応えが十分ですよ。ぜひ皆さんも来てみてください。